はい。それでは、馬りま記念、読書生活、本ちゃん行きます。はい。はい。中山大生涯、見事に残念でした。アルペエルノル、どっか行きました。どこ向いて、どこ行ったんですかかんだかんだ。はい。で、アップトゥデートが、なんと、落馬。やばいね、これ。これ大問題、これ。中山大生涯、じゃ、これ、中山大問題、これ。 えまあ、そんな感じやろ。はい。阪神カップ、なんとね。もう、不思議やね。最強外人、こうとき言うるなんと、まったく来ず、そして注目してました人。人気層のダイヤヘロ一着、すいません、と思って。あー、無理や、これ。もう無理や。こうなったら無理や、もう。もういいわ、これ。はい。行きましょう、今日取り寄して。レッチェゴーはい、それではしゅ、 投票行きましょう。の前に良くても悪くても行きますよーって言ってます。副賞生活。はい。えー、完全にチッティー,、えー、ハッピーバースデーじゃなかったですね、今日ね。私もほんま馬券がチッティーバースデーですよ、これ。めっちゃチッタ飛び散ったもん、これ。えそんな感じだよ、これ。ほんまチッティーバースデー、これ。なんと、打ち分け決着。せか、打ち分けてもう全、選手、先々週が言うてんのこれ。学習してない人でこれ。非常に学習してない。うん、学習はしてるんやけど、馬券の買い方が非常に下手くそです。はい。 もうほんまになくてた今日、阪神カップ何してんと思って。うちは決着でした。はい。で、アップデートとルペルノエルでしたっけとりあえずアップデートか、アップデートじゃアルペルノエルか。はい、10番の馬ですけど、今日終始見せ場なかったですね。びっくりしたな。うん。もう、行き足つかず、何もできず終わりましたね。うん。で、まあ、皆さんびっくりしたが、アップトゥーデートがなんと控えて3番手と、おおと思いましたね。これは、えー、っと思って、マジかと思って。おお、これは何という競馬だと思って。うん。 はい。えー、ちょっとこれリプレイ回想が非常に長いんですけど、もうルペルノエルさんもうずっと候補やってんな、これダメやなぁと思って。はい、まあびっくりしたここですか。えー、アップデート先頭に変わってね、向こう上面から向こうええー、向こう上面か。えー、もう行くときに、すでにもう、えー、他の馬に押しかけられるとなかなか今までなかった傾向、えー、光景ですよね。うん。びっくりしたね。で多分詰め寄られて、もう多分、もう限界あったんでしょうね。 はい。もう抜かれてから、えー、次の障害がちょっともう超えられないと。はい。多分この後ですけどね。えー、まあまあ、でもジンバともに一応、第一にはいたなかったんかな。うん。まあ良かったと思います。はい。えー、この後の多分、えー、この後の障害ぐらいかな。はい。えー、ここでまさかの、えー、っと思ったんですけど、なんとここで落馬。 あっちゃっぽーしと思って。大丈夫かと思って。はい。まあまあまあ、一応、で、結局決まったが4番、5番、6番ですか。はい。3連弾結構つきましたね。ありがとうございました。はい。何も改装してないと、ルペール能力がおらんから、もう、見してもしゃあない、これ。改装してもしゃあない。折れへんねんもうはい。はい。愚痴はそこまでにしといて。はい。で、えー。 と有馬記念ということで中身2500でも今日ね、えー、わさび50わさびかな、えー、50分以上かけてもう言うたんでもうど今日ずっと置いたかったんでもうやめときますわうん一等ずつ解説しませんはいもうずっと言ってること,と一緒なんででまあ一応ですねいろいろアナと意見くださいまして明日のババ雨降ったらどうですかとか色々聞いてたんですけど雨はおそ、えー、らく、えー、予想予報通り降らない方向になっているんで、うん、まあ、今日のババ あれもう先週とほとんど一緒のババなんですけど、はい、そのババ一緒、えっ、ー、と、一緒の傾向で考えていきますってことでもう、だから印も変わってないです。で、一応今日の中山に号やっぱり同じ舞台参考にした方がいらっしゃるんで、グレートフルステークスえ、なにグレートフルな、忘れたグレート名前教えてください。グレートフル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 ,フルステークスでした。ありがとうございました。はい。えー、確かなんかステゴステゴスとエンチャーうかって勝手に言ってたんですけど、結局ステゴ1トン、ルックトライスだけやったんですけど、はい。 で、えー、まあね、えー、中目2号ってことで、毎回やってますね。毎回というか、有馬記念のは鉄則ですか。えち、ー、内、外は厳しいよっていうこと言ってたんですけど、まあ、6とアイス自身ね、えー、一応7枠ですけど、馬番的に11番ってことで、あくまでも内から11頭目の列なんで、まあ、11頭目ならね、正直、え有、ー、馬記念フルゲートでいう6枠と変わらないんで、全然許容範囲ないと。まあ、言うと、枠順というか、まあ、12番以内ですね。ここがまあまあ、許容範囲かなと思ってる程度です。はい。 で、ロックタイス、えー、スタート、えー、悪くなかったんで、う、え、ち、ー、から2列目つけてます。で、えー、今回注目するのは何かっていうと、中山は今回の冬開催ね、外出しも決まりやすいとは言ってました。ただ、うちが厳しいとは一言も私は言っておりません。てことで、ロ、えー、ックタイスの位置見てもらってわかるように、えー、やはりうちら力2列目にはいるってことで、うん、うちが完全に悪いとは言っておりませんで、 えー、君極め付きはですね。 えー、4コーナー回ってきて、ルック・トワイス、ちょっとたついたんですけど、まあ外、ちょっと、えー、外回して、えー、外、えー、内から3列目ぐらいついたんかな。はい。で、ここから競馬、押し切る競馬なんですけど、はい。ここ注目すべきは、えー、2着入りました。フェイズ・ベロシィですね。私、このまま印を打ってたんですけど、ねんバケン取れんかったんかなって、未だに後悔してるんですけど、はい。まあ3着にね、意味ミア・からマが突っ込んできたせいなんですけど、はい。で、えぇ、ー、今、4コーナー回ってきた時に、緑の帽子、えー、花が白い、馬の8番と、えー、外の4番ですね。 はい。この糸の毛も見といてください。8番の馬は北間洋久らしく打ちついていきます。で、4番の馬はね、ババア綺麗なとこ走ってるんで伸びてくるの分かるんですけど、はい。この8番の内からなし見てください。うん。もうこの毛を見てる限り、はい。内が完全に悪いとは言い切れないことが分かります。はい。最後ちょっと4番に刺されて、あっちゃポーシャーだったんですけど、3着ね。はい。まあ あの競馬見てる限り、やっぱりルックイス同じ位置取り、あるいはそのさらに打ち通ってるんで、うん、これ見る限り、うちが完全に悪いと言い切れないってことは証明できてると思われますはい。で、これ踏まえて、明日の先に副賞生活を言っておきますと、グッドライクでいきますね。はい。同じ2500メートル。で、こちらも印打ってます。えー、今までの説明完全に無視して、はい。エースとスペリュルス。はい。うちとか何も関係ないで、エーストスペリュルス選びました。なんでか。なんでですかっていうことで、はい。ここですね。 久しぶりですね。堀さんのとこですね。堀さんのとこだけ選ぶんかってゅうことなんですけど、今日堀さんね、1頭、明日も1頭だけ。で、堀さんのとこってね、えー、最近、なんか一,一見調子悪く見えたんですけど、堀さんのとこはだいたい固め打ちが多いんですよ。これ、独断偏見の記憶かもしれないんですけど、だいたい来る時ときと来ないとき波が激しい。で、今週は2頭だけ。で、えー、今日、お花が。 あの、お花ちゃんが、はい、抜群の出来でこう来ましたね。はい、えー、15番、大外だったんですけど、はい、4コーナー回ってきて、はい、えー、結構外外回ったんですけど、ね、外からもう6列、7列目だったんですけど、うん、はい、えー、まあ究極のこの中山ならではの足を使いましたね。こんな短い距離でよう動くなっちゅうね。はい、届くんですよね、すごいなと思って。 改めて能力の高さ感じましたね。おおと思って。これ、堀さんのとこ本気やと思って。はい。差し切りましたってことで。うん。まあ、お花さん来たし。はい。ってことは、もうエストスペリオですね。ディープディープで行きましょうか、っいうことで。はい。えー、明日はこの馬しか出てこないんで、この馬を選びます。簡単。えー、予想は超イージー。結果は知らん。はい。以上です。はい。えー、前走ね、同じ舞台4番人気せよってなら、着破れたんですけど、うん。 まあ、スローにやられたら、なん、切れ味で負けたか知りませんけども、もうちょっとやっぱり前で競馬する馬なんでね。はい。まあまあ、これ見てる限り、距離負けではないと思うんで、もうちょっと動きよく行ってくれたらな。えー、まあ、CD 無茶なんで、ある程度、えー、競馬うまくしてくれると思います。3ヶ月開けてますけど、えー、堀さんとこ休み明けが怖いんで、頑張ってください。今日 CD 無茶ん、ね、綺麗に3着ばっかりだったんですけどね。はい。明日は中山で4クラはい、えー。パフォーマンプロミス。 が多分本気でしょうけど。まずエストスピリルでバブを確かめてください。頑張ってください。はい。で、アリマ記念の方ですけども、軽く言いますね。もう大体、もう喋りまくって大体言うてること,と一緒なんで、はい。ボン、印変わってません。えー、買い目もそのままです。はい。もうあの、朝一言ってた、い目の5万円、突っ込んできました。もう突っ込みました。明日。 はい。明日は私、ちょっともう、えー、講習講習教育はい。で、もう何もできない。バボも見れませんので、決め打ちでございます。明日、ガラッとババが変わってても知りません。JRA のおじいちゃんおばあちゃんが草をぐっさぐさしてても知りません。もう知りません。はい。え意、ー、注意してほしいのは、中山、えー、発送時刻3時25分。えー、日の入りの関係でしょうね。中山開催、えー、今日前になってます。はい。 ねはい、日の入りが早いんで35分発送なんでこれはお気をつけてください。結構勘違いされること多いんでね大体、だいたい中山ってだいたいね夏場、夏場、夏場、し場、春、春秋は大体いい、えー、阪神より遅い開幕が多かったんですけど、はいお気をつけてください。うんはい、有馬記念も、えー、最終までの栄光ースとなってます、なぜか、はいえー、中山はそのまま今日、えー、阪神と違って連続開催になりますんで、はいえー、中山金杯からまたスタートするんでね。 はい中山金梅からまたコース変わりしちゃうんで、ありまきねまだ A コース使います。ただ A コース使って芝がね、ボコボコしてんのもちょっと見栄え悪いんで、やっぱりある程度は集荷してくるはずなんで、まあ、してきてますわ。うん、今週は僕はある程度打ち伸びてるんで、はい、頑張ってください。うん、もう印の説明いりますか。はい、ここも、まず本命大国黒三角まではやっぱり G1、もう11週連続ですか。やっぱり最強外人。はい。 デムちゃん、ルメちゃんし、シーデムちゃんのここの3頭がまず頭やなと思って、ここまず3連単を頭から買う馬券と。はい。褒め対抗のワイドをね、言ってました。ここをまずブッチーです。はい。レイデオロとモズカッチャン。もうこちらでしょ。もう迷ったらデムルメです。で、えー、私がずっと希望しました。えー、レイデオロは中枠。これはレイデオロじゃなくてルメちゃんの希望。希望ルメちゃん仲中枠がいいよっていうことで。ルメちゃん自身中枠が希望しやすいんでね。はい。 中枠あと、もずかっちゃんは、うちで立ち回れたら最強ってことで、でむちゃん、うち引いてください。で見事に、6枠と2枠。もうここです。もう、願ったりかなったね、枠順。ただし、お気をつけてください。枠順が良かったからといって、馬券当たったと感じてる方、それは間違いなので、あまり思い上がらないください。はい。私と予想外一緒。 はい。それも思い上がらないでください。私と予想が一緒、イコールお金が返ってきます。そんなことないねはい。結果はレースなんでね。はい。私と一緒で舞い上がるのはまあ勝手ですけど。私と一緒に馬券こうだから当たらんかったやんけ、ボケと思ってる皆さん。あなたたちがボケです。はい。私を信じたあなたたちがボケです。 はい私と一緒の解明するなら心中してください、えー、5枚突っ込みましたはいまあ冗談はさておき、えー、ここ冗談抜きで注目したい12番サーバーもちろんなんですけどまあパフォーマンスプロイスも注目したいんですけどやっぱりねここねクリンチャーやねはいこれは個人的に特注はまあ今日でいう阪神カップのダイアンナ・ヘイローみたいなポジションでいうと、はい、あえて、えー、馬券的にはね、えー、目立たないんですけど白い三角をあえて打ってるクリンチャー こちらですね。はい。1枠2番の福永さんの代打騎乗これは非常に怖い。はい。天皇賞春、阪神大商店ぐらいまでね。京都品もそうですけど。はい。えー、ある程度レベル高いとこで、えー、競馬してたんで、日本人に、えー、中目に行こう。うん。ちょっと、いくら、馬場がいいといえども、やはり多分な舞台なと思うんで、そうなってくると、クリンチャーの持ち味出てくるんじゃないかなーと思ってます。はい。こんなもんしてきましょうかあ。あとの説明は正直もう他で見といてください。 あんまりちょっと、えー、あんまり喋ってくんないですい,てすいません、ごめんなさい。はい、明日もちょっとね、えー、教育ちょっとまだいわけなかので、ごめんなさいですけど、今日はちょっとこんなもんしておいてください。勘弁してください。もう、一頭一頭みたいなやったら、もうさっきの55分くらい喋った、あの喋っぱなしのやつ見おいてください。はい。お願いします。はい、ちなみに去年見るかちなみに去年見るかお前。去年、去年、確か北サンブラックからの三連単、ボンボンこうて。そう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 。 で、クイーンズリング、ラッキー、美味しい穴や,やで、って言ってて。はい。で、スーアブリチャードと北サンブラックから三連服二刀軸を空いて3点4点にポンって絞って買いましたと。はい。うん。あと、ワイドね。<noise> ワイドもこうだよ。ワイドもクイーンズリングからやったかな。コータはポーンっていっぱい。いっぱいこうたよ。うん。で、スアブリチャードとワイドもポーンってこうて、空い、行ってらっしゃい。10.7枠、14番、どうかな、スーアブリチャードと思ってたんですけど、まあまあまあ、レムチェンかなんとかするか、と思って。はい、ある程度、終始とととっと回って、うん。 うんーうと思って北三ブラック戦闘まあこれは強引やなーと思って一着固定してたしまあさあと三連覆二刀軸とワイド当たったらいえなーと思って。 はい。えー、クイーンズリング、うち立ち回って、うまいこと立ち回って、伸びてきます。はい。あともう一刀、来い、来い。てきた、きた。サビちゃっときたと思って。きた、きた。クイーンズリング伸びたら、いけあ、いける、いける、来た、きた、来た。サビちゃっときたと思って。はい、三着、三着は、ショーエーは、ショーエースは、ブリチャード、そして、そして、打てたんやけど、なんと、ショバルグラ伸びて、四着、あっちゃっぽーし。あっちゃっぽ写真判定してください。ちゃほんま、ここら辺まで,でも買ったのでクイーンズリング伸びてきたから。来た。 とりあえずこの時点でスーブリチャードは3着と思ったよね。あ来た、クインズリー伸びてきた。オッケーオッケーと思ったんけど、思ったよりシュバルグランがしぶとかったこれ、えっと、マジかと思った。あれあれバッター離すわ、さすわ、思ったら、まず逆にシュバルグラン伸びてきたあれ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 あちゃっ写真鑑定の結果、やはりスーアーブリチャード4着。あちゃっぽ離さえたらいいんやけど、すみません。首差でした。どう見てもダメでした。ありがとうございます。お腹痛いいです。 はいということで冗談を立てておいて、えー、買い目の方行きましょうか。はい、有馬記念ですけど、えー、朝一言ってた買い目と一緒にしてます。えー、朝一の買い目、5万円私も突っ込みましたけど、はい、まあ、妄想収支なんで、その倍ですね。えー、10万円設定なんで、全て配当を倍にしております。はい、こちらで行きます。そのままです。もう揺るぎないです。はい、内枠のルメちゃん。 じゃあ、中枠のルメちゃんと内枠のデムちゃん。両方絶好枠、も願ったりかなったの枠引いたんで頑張ってください。あと注目は12月23日なんで、12、2、3で決まったら私は幸せに帰れます。はい。帰れるどこも行ってないけど、はい。あと、えっ、ー、と、副長生活が言ってました、グッドラックハーンでですね。はい、中山2号が、えー、今週3クラムあるのかなえー、昨日行われましたけど、はい。えー、もう中山2号攻めで行きましょう。エスとスペリオです。 はい。堀さんが今日お花買ったんで、一級入魂ってことで、はい。頑張ってください。はい。えーこ、今日でね、毎年有馬記念で総決算言ってたんですけど、また来週ホープ振るとかいうのができてもうたんです。すいません。また来週もよろしくお願いします。あと、えーと、よかったら、もしかしたら生放送の東京大商店もまた5000円ぐらいかな。で、ちょっと行うかもしれないんで、よろしくお願いします。はい。ということで、以上で終わらせてもらいましょう。ご清聴ありがとうございました。